こんにちは、夢と続く不動産チャンネルの山田です。お庭です。今日はですね、宅建業法の免許という部分についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。夢つづ、まず免許の種類っていうところがあるんですけども、国土交通大臣だったり都道府県知事とかいうワードがよく出てきますが、この辺は覚えた方がいい感じですかね。覚えていきたいですね。国土交通大臣は2つ以上の都道府県にまたがっている場合国土交通大臣になって、1つの都道府県にしか事務所がない場合は都道府県知事免許になります。自分が住んでる地域をイメージした方が分かりやすいと思うので、東京に住んでいましたら東京都知事免許、神奈川県だったら神奈川県知事免許、そういうふうに覚えて、東京にも神奈川にも事務所があるってなった場合は国土交通大臣になります。そんな感じで自分の住んでるあたりをイメージすれば覚えやすいのかなと思います。なるほどね、わかりやすいですね。事務所についてちょっと注意ポイントってあります？事務所は、まあ、もちろん会社構えてる本店もだし、支店ももちろん事務所になるし、ちょっと注意したい部分としては、会社があって本店は宅建業をやってなくて支店だけで宅建業をやっている場合、本店も宅建業法上では宅建業を営んでいる会社としてみなされるので、本店が東京にあって宅建業をやってない他の飲食業だったりやっている場合でも、神奈川の支店では宅建業を営む場合、本店も宅建業を営んでいるということになりますので、免許が国土交通大臣免許という形になります。ここだけちょっと覚えにくいかなと思いますが、頭に入れておきましょう。ありがとうございます。で、免許の申請なんですけども、ここ結構数字が出てきますので、数字覚えておきましょう。免許有効期限は5年とか、更新を受けるときはですね、まあ、90日前から30日前までに押しなければいけないとか、数字が出てきますので、その辺は確実に覚えておきましょう。免許替えですね。免許替えはいくつかパターンがあったと思うんですけども、これはやっぱり覚えておいた方がいい。ちょっと複雑そうだけども、テキストにイラストが載っているので、それを頭の中で図として軽く残しておくぐらいで最初はいいと思います。問題を解き始めてからいろいろもう少し具体的に考えられるようになってくると思うので、まずはイラストでこんな3パターンあるんだなぐらいに覚えておきましょう。廃業の届けとかって結構これも数字だったりとかいろいろ難しい言葉出てくるけど、これはどんな感じですかね。問題文でよく出てきたのが死亡の部分なんですけど、死亡の事実を知った日から30日以内に届け出る必要があるんですけれども、過去問とかだと死亡した日からとかよく出てくるので、この死亡の事実を知った日から、これで回答変わってきますので、ここは気をつけておきましょう。結核事由なんですけれども、これはですね、数字が大体決まっております。大体5年、なんか悪いことをしたら5年間免許受けれませんよとか、大体5年で決まってますので、ここは私たちは5年っていう数字だけ覚えていきました。最初はざっと覚えて過去問とかを解き始めて、こそこから知識を身につけていく段階で細かいところを覚えていくっていうような流れが一番勉強としては効率的かなと考えてます。今日のおさらい宅建クイズ。3、2、1、正解は×。夢へと続く不動産チャンネル、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。